ビガールとして有名になりたいんです。あ、ミッションをね、つばきさんに与えますんで。ミッション、バキ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 こと上澄椿です。今日はというか今日も元町中華街駅から徒歩10分の渡辺釣り宗ちゃんさんに来ています。超過情報によると出てるんですよ。最近出ちゃってるんです。なのでうちが今日出すしかないでしょう。ということで張り切って75センチを釣りに行ってきたいと思います。投げましょう。そして探りましょう。ヒート巻き巻き、ヒート巻き巻き、ヒートヒートトントントン。来たよ、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 来たよ。絶対小さいよ、絶対小さいよ、100% 小さいよ。今日初フィッシュ、ゲットなるか、ゲットなるのか、どうなんだい、どうなんだい。先でシュー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 ってやってちょっと遠くにピーンって投げてあっけら。あ、よっしゃ、来たぞ来たぞ来たぞ、イエーイイエーイ、小鉢小鉢だぞ、絶対。すいません。小鉢タイム突入。小鉢タイム。もはや投げたら食ってたぞ。はい、食べてください。あ、本当に。沖の方にちょっと出てってみます。お、沖の方に出てくって。よっしゃ、でかいの狙いかな。来た来たよ。来た来た来たよ。お前はでかいのか。お前はでかいのか。どうなんだい。どうなんだい。お前はお前はちっちゃいじゃねえか。はい、あ、へい、おい、お前はオスなのかメスなのか。あ、これはここが赤いとメスなんだっけな。メスだな。あ、来た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 ぞ来たぞ来たぞ、イエーイ、ご超反対側だけど。だからごメンターだって。よいしょ。よいしょ。登録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 。あれあれ、あ、もう釣れてたんだけど、え、釣れてたんだけど、ちょっと待って、釣れてたんだけど、もうどうなってんの。釣れてたんだけど、おかしいでしょ。合わせてないからちょっとバレそうだけど、ちょっと今合わせとく。
忘れてた。あー結構でかいぞ。ありがとうございます。食ってました勝手に。はい、もうそれ以上何も言うことはない。よっこらせ。あ、取れた。計測するか。じゃあ朝から5。テントテントムシムシン、テントムシムシン、パータムツムリン。お、お、来た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 よ、来たよ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 。あ、でもちっちゃいな。ちっちゃい。来たよ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 。ちゃったよ。プシュワシュワ。タンカーに来た瞬間にこれです。タンカー椿に改名しようかと思います。なぎだったし、まあいっぱい魚は釣れたし、ちっちゃいのも大きいのも釣れたんですけど、マジらなかった、マジらなかった、それだけなんです。皆さんもうちょっとでマジりますから待っててくださいね。今日はね、範囲としては全員女の子だったんですよ。メスだったんですよ。しょうがないんですよ、女ばっかの合コンに参加しちゃったっていうようなもんですからね。男子の鈴木くん待ってますからね。もう75センチと言わずにメーター超えを出すくらいの勢いでいきたいと思っていますので、皆様ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。75センチが出てくるまで諦めないからな。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。